今日は 3x3 の試合にを見に来ました。初めてなんで今日はケイタさんに解説もしてもらいたいと思います、はい、お願いします。お願いします。始まりましたね。もう点数がこれ一回今入りましたけど、線の外側から線の外側は、3x3 だと2点、線の内側が1点、通常の5人制だと2点3点のところが1点2点の得点配分になるのが、3x3 の特徴です。なので外からのシュートはすごく有利というか、そうですね、はい、どんどん入るので、この2点をいかにこう効率よく狙うのかが結構一個の醍醐味なんです。おっと、ナイス。今のは、12秒で攻めないといけないんですよ、はい、3x3 は通常の5人制だと24秒なのが、3x3 だと半分、なるほど、12秒なので、こうやって展開がやっぱ早くなって、ああいう声もね、なるほどね、聞こえるのが 3x3 の醍醐味です。近いんです、距離が近いんですね。じゃあ見てる人たちも結構このくらいの距離で見てるって感じですか。全然迫力ありますね。急にドットクロックが、お、あった、はい、これ人数は、普通のバスケの試合とかだと6人じゃないですか、はい、これだと3人対3人って感じなんですね。そうですね、ハーフコートに、3対3、オフェンス3人、ディフェンス3人、なるほど、まあ、なので、スペースは広いんですよ、3人で使えるんで、その分こう、やっぱりそのスピード感だったりとか、ボールを1人の選手が保持する時間が長いので、個人技だったりとか、そういう意味で、なんかすごいダイナミックな試合展開になります。2ポイントですね。なるほど、今のが2ポイントに、ね、はい、変化、これは1ポイント、今のは1ポイント、なるほど、早い、今も展開が早い、10秒のうちにシュートが3回ぐらいあったので、そのぐらいやっぱ展開は、今のは、ラインから出たんですけど、あそこからスタートなんですね。ボールが外に出たりしてプレーが止まった時には、トップチェックって言って、はい、上のところ、上のここですね、はい、からリスタートするのがスレッズのルールです。なるほど、ナイスパス、すごい早い、本当に早いですね、ついていけない、これも一回プレーが切れるんで、またトップチェックからリスタート。このトップチェックはここからもうすぐスタートな感じですか？一回相手にボールを渡して帰ってきたら、なるほど、はい、まあ、チェックボールって言って、あれ、いいですね、ああいう結構、まあ、掴み合いとまではいかないですけど、やっぱこうフィジカルがやっぱりこうすごいというか、激しいから当たり合いがね、ファールも結構ですね、はい、ナイスパス、すごい素朴な質問なんですけど、はい、こうやって今攻めてるじゃないですか、はい、途中で相手のチームに取られちゃったりとかしたらどうなるんですか？1回攻守交代は、ディフェンスがボールを、まあ、スティールなりなんなり取って、リバウンドでもそうなんですけど、取ったら1回この、まあ、2ポイントですね、 3x3 の2ポイントラインの外に出ないと攻守交代が成立しないので、まあ、スティールしたんだったら1回外に出て、で攻めないといけないっていう、なるほどなるほど、結構流れは止まらない感じなんですね、です常に、これは疲れるな、選手たちも。ナイスパスですね。身長があるからすぐ入っちゃう。
おー、ナイスシュー。5分ですね。そうですね、今ちょうど、まあ、試合時間が、はい、スリッキーは10分、10分1本ほう、または、21点選手。じゃあ21点取っちゃえば、例えば10分経過しなくても終了になっちゃう。ノックアウトになる。ほう、タイムアウト、タイムアウト。でこれって監督とかっていないんですか？監督はいないです。 3x3 は基本1チーム5人で、交代を回しながら戦うんですけど、ベンチで指示を出す監督はいないので、選手同士で話し合って解決するっていう、はい、今日はじゃあちょっといないんでフル出場。今日は交代いないんで3人で、はい、大変ですね。今12対6ですね。12対6です。展開早いですね。あっという間にこのペースですよ。多分ノックアウトになるですね。可能性が高い、はい、おさあ、よっしゃ、あーすごい、来てくる、来た来た、本当に近いし、すごい迫力が。おっ、おお、今のカバーしたってことですね。僕がいないので選手同士で話さなきゃいけないので、こう試合中もやっぱ常に話して修正をするというか、なので今みたいな声とかっていうのは本当によく試合中は聞こえますね。体の当たり合いも激しいですね。いや本当にですね。選手が大きいからすごくコートがちっちゃく見えるのは私だけですか？これは何でしょう？これはシュートモーション時にファールを受けたので、はい、フリースローですね。フリースロー、はい、これはフリースロー何点なんですか？1本、はい、1点、まあ、2ポイントラインの中からのシュートだと1点シュートなのでフリースロー1本で、なるほど、外から2ポイントラインの外だと2点シュートなのでフリースロー2本になります。そうです。ダンクがありましたね。ノックアウトさ、あ、本当だ、もうナイスディフェンス、ブロックショットが出ました。お、ナイス、おー、惜しい。まだああいう風に外に出してからスタートですね。外に出して攻守交代、ほうほう、決められたとも外に出して攻守交代。おー、ナイシュー、おおー、まあ、なんかもう5人制でいうとその速攻を出し合ってるイメージですね。本当に常に速攻が出てるような。本当に休憩がない。休憩は本当ないですね。すごい声が。
でも広がりましたね。そうですね、かなり、はい、このファールを受けながらかなりシュートも決めたので、これどうなるんですか。これはアンドワンでボーナスでフリースローが追加されます。これも1回だけ。1回。なるほど。シュートもカウントしてさらに追加で得点のチャンスを振りそうで、ナイス。で見事決めたので今のは2点プレーです。おー、すごい、うわ、速い、切り替え、まあ、ミドルチーム19点なので、あ、もうポイント、そうですね、そうですね、あー、あー、まだ分からないですね。そうですね、白チームもこれが決まれば、あー、決まった、まだ全然10分勝ってないですね。勝ってない、はい、1分43秒残して、これも試合終わっちゃう、これで試合終了です。21点取ったのでミドルチームのノックアウト勝利です、ね、なるほど、はい、早いですね、あっという間に、はい、あっという間です、本当に終わっちゃいました。この選手はバテバテでございます。これでハイタッチをして終了。え、もう10分で終わっちゃうんですね。もう終わりです、もう終わりです、はい、早い、早いです。じゃあ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、すいません、お疲れ様でした。はい、そうです、感想を、まあ、もう僕らの連携はぴったりでしたし、はい、まあ、本当にそれぞれのいいところが出せたかなっていうのはありますね。ぐいぐい攻めてましたね。いや、もうね、やっぱ僕の持ち味なんですけど、ガツガツいくのがやっぱ男らしいところ見せれたかなと思います。すごく良かったと思います。はい、ありがとうございます、はい、初めて見てすごく勢いがあったので楽しかったです。どうですか 3x3、 いや、すごいですね。あの、さっきあの距離で試合も本当に見れるということなんで、観客の方もすごくこう迫力があっていいんじゃないかなと、すごく楽しめますね。選手と一緒になれるというか。そうなんです、はい、まあ、岩下のダンクとかも迫力あったし、原の外角のシュートもそれぞれ見せれたんで、本当に我々のいいところが見せれたと思います。すごく良かったです。お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあハドルでちょっと締めます。俺らチャンピオンなんで、チャンピオンなんでハドル締めます。ダイモンスリー、ワンツースリー、ダイ。Yeah.